NTT 上前津ビル、東海電気通信局は、愛知県名古屋市にあった日本電信電話公社の電気通信局の一つ。管轄区域は、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県であった。現在、旧庁舎は、NTT 西日本東海や、NTT 西日本名古屋支店などが入る、NTT 上前津ビルとなっている。明治10年代、電信を取り扱う、 郵便局の増加に伴い、電報の取り扱いが急速に増え、管理事務が次第に増加していき、管理事務を文章するため、1886年に各地方に定止管理局に設けられ、東海地方では、愛知、岐阜、三重の通信事業を管理する名古屋定止管理局を設置した。しかし、経費節減のため3年足らずで廃止し、地方の通信事業の管理は一等。 郵便電信局で行われることになる。日露戦争後の飛躍的発展に伴い、1910年に再び名古屋定止管理局が設置されるが、1913年に行われた行政整理を契機として新たに大阪市に設けられた西部定止局へ移管されることになる。しかし、通信事業が拡大するにつれて管理上支障が出てきたため、 1919年に西部停進局を分割し、愛知、岐阜、三重の他に、長野、福井、石川、富山を管轄する名古屋停進局が発足。1943年には新潟停進局新設に伴い、管轄区域が愛知、静岡、岐阜、三重となる。1949年には停進省の二省分離に伴い設置された。 電気通信省の管轄化に入り、東海電気通信局と改省、1952年に電気通信省が日本電信電話公社に改組されることにより、公社の管轄となる。1985年の民営化に伴い NTT、東海創始者となる。ありがとうございます。